はい、どうも、百均にです。今回気になった商品がこちらになります。折りたたみ式カッター。これね、ダイソーの工具コーナーに置いてあったんですけど、普通ね、カッターといえば、まあこういう刃があって、このね、ネジで止まってるのをこう前に出す。使い終わったらこう戻す。スライドさせるタイプ。これが一般的なカッターかなと思うんですけど、こちらがね、なんか折りたたみ式のナイフみたいな感じになってる、そんなカッターだったんで、まあ、値段はね300円なんですけど、ちょっと気になって買ってきました。ちょっとどんなものかね、まず商品見てじっくり確認していきたいと思います。中には、まあ、本体ですね、これがナイフで、あとこの替え刃が、全部で10枚組で付いてました。まあ触った感じはこうベルトとかに挟んでおけるクリップが付いてて、小さいねナイフみたいな感じなんですけど、使い方がこれかな、もうここを押さえたら、ん、こうか、ここですね、この部分を押さえたら外れます。で折りたためる。で折りたたんだら、まあこういう手のひらに乗る、こんなカッターですね。これ一応まあ刃にカバーがついてて、まあこういう風にカッターがついてるんですけど、この、ここのね、この部分、これを下に下げると、ここのロックが外れて、替え刃が外れる形です。で、付属のカッターなんですけど、こういう形で、通常のカッターって、こう、先がね、切れなくなってきたり、欠けたりしたら、こう、切ると思うんですね、先の部分。これは、そういう切るタイプじゃなくて、こちら側、切れなくなってきたら、この裏返して、こちらに差し込むだけですね。はい。そうするともう抜けないので、はい、ここのここでロックがかかるという商品になってます。で、まあ使わないときはね、なるべくこのカバーをつけておいた方が良さそうですね。こんな感じです。これね、一応ロックまではいかないんですけど、まあ簡単に振ったりしたからといって、あの刃が落ちてくることはないです。なんか磁石かなんかでね、ついてる感じですね。まあ、なので、普通に持ち上げれば簡単に刃は出てきます。で、まあ、替え刃もついてるということなので、使い勝手はいいんかな。クリップがついてるので、まあ、ベルトにつなげて持ち歩くのに便利なんでしょうね。で、工具コーナーに売ってるということだったんで、まあ、DIY とかにカッターってそう使うかなとは一瞬思ったんですけど、刃がしっかりしてるので、ね、結構。まあ、そういう意味では木工とかの DIY に使うにはいいカッターなのかなと思います。これぐらいだったら、あとはナイフ持ち歩くことはまあほぼないですし、まあこれもね、むやみに持ち歩くと捕まっちゃいますから、自宅でね作業するときとかに使うのにちょうどいいと思われます。まあなので、まあカッターとしてね使う、結構刃はしっかりした刃ですので、グリップも悪くはないですよ、持ちやすそうです。ただまあカッターをなんでね、基本普通にカッターを使うと思うとこの形状ではない気がするので、まあ、枝の剪定とかに使う方が自然なのかな。こういうのでね、こうちょっといらない細い枝とかカットするのに、木を削ったりする小刀みたいな使い方もできるのかね、ちょっと試したいなとは思いますけど、商品としてはこういう形で、まあ、ちょっとこの折りたたみ式カッターっていうね、ネーミングに惹かれた部分も正直ありますけど、こういったカッターの紹介でした。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。